よーお前ら、サムネの通りですね、今日ね、パリピのね、陽キャの人たちがよく飲むこのクライナって酒があるんですけど、新しいなんかやつ出てたんで、でっかいやつね、こいつも含めて一人パリピ酒やっていこうと思いますごめん、このアンパン T シャツね、今日ちょっと見えない画角の関係でね、俺が映るためにはちょっと T シャツを犠牲しなくちゃいけないんで、こんな感じでやっていこうと思います。ここに説明書があるんでね、順番にちょっと見ていこうと思います。最初はね、これがオリジナルですね。なんかちゃんと映らん。オリジナル、度数はね20度です。オリジナル、これね、本当はね、男女でね、なんかゲームに負けたら飲むとかやるとね、盛りあると思うんですけど、今日はね、俺しかいないんでやでございます。一人くらいなんですね。ちゃんと押す。はい、まずオリジナル、いただきます。うまい、めっちゃ飲みやすい。これどこ置いていこうかな。これなんかここら辺に置いて。次ですね、ココビスケット、ビスケット、これか、これココビスケットですね。ミルクプリンみたいなクリームリキュールって書いてあります。度数はね15度、さっきより5度も低いな。大したことないわこいつもちゃんと今日はね、捨てていきます。ココビスケット、いただきます。はい、次、ペパーミント、これね、俺確か嫌いなやつだ。これですね、ペパーミント、アルコール15度です。ミントの味するやつですね。ペパーミント、ペパーミント、いただきます。やっぱまずい、これ。アナナスサワー、次。これかな？違う、こっちや。アナナスサワー。パイナップル味らしいっすね。15度です。これもなんか出したことないな。はい。アナナスサワー、いただきます。なんかあまり怪しいな。あんまり怪しい。どんどん行こうぜ。ワイルドベリートニック。まあ、ベリーなんでイチゴ系ですね。15度。これですね。ワイルドベリートニック。はい。ワイルドベリートニック。いただきます。あ、これうまいわ。これうまい。どんどん行こう。ユズマンダリン。ユズマンダリンこれだろ。違う。ユズマンダリンどれ？これか。オリジナルやこれ。あれ？ユズマンダリンどれ？これか。ユズマンダリン2本ある。オリジナルとユズマンダリン2本あるね。ユズマンダリン2本あるんで、一気にいきましょう。ちょっとオリジナルさ、オリジナルも忘れてたわ。オリジナルも忘れてたんで、オリジナルも飲みます。ユズマンダリン飲んでからね。はい、2本飲みします。ユズマンダリン、いただきます。うまい。で、オリジナルも飲んじゃおう。もう。このもさっき紹介したから、こいつだけ20度なんだけど、ユズマンダリンちなみに15度です。オリジナル飲んじゃおう。うまい。次ね。レッドベリーサワー。これも15度だ。こんな感じですね。何が楽しいねこれ。全然パリピにならないけど。レッドベリーサワー、いただきます。あんまり美味しくない。俺好きじゃない。最後なんて言えばいいのこれ。ハンフって読むかな。ハーブティーテイストですね。うわー、俺の嫌いなタイプ最後に残しちゃった。ハーブティーテイストのハンフ。これも15度ですね。ハンフ、いただきます。
あ、飲みやすいこれ。結構飲みやすいですね。ちょっと途中経過なんですけど、ここまで10本いったんですけど、とりあえず、なんか、5分しか経ってない。本当はね、ちょっとやらしい話で、10分の動画にしようと思ってたんですけど、なんかすぐ終わっちゃいそうだな。はい、最後ですね。なんかこれ多分新発売なんかな、これ。あと、ブラッククリアって読むかな。ブラックニッカクリアって読むらしいですね、これ。これ37度もあるんだ。え、おかしくね、なんか他のやつ15とか20度だったよな。でかいし、なんか。でかいし、なんか。どういうこと？わかりませんね。よくわからんけど、これもいただきます。なんでこれだけ37度なんだろう。はい、それではブラックニッカ最後にいただきます。うまかった。なんだこの時間。はい、じゃあ最後にね、いつもの恒例のやつで、ごちそうさまでした。